今日ですね、我々が観光大使を務めております茨城県阿見町のですね、阿見町の中学校3年生卒業生を迎えているんですね。我々司会と、ちょっとエンタも少し、あと若手、ビッグスモールとかですね、その広志君とか、うちの石君とか、あと、トンヤム君、以上5組でやってます。次、ちょっとやんなくちゃいけないですが、若者ネタということで、一応、香水のエイトさんをやろうかなと思ってますので、どんなメイクをするのか、ちょっと、見てもらいますね。まず、俺の中のエイト君、まず、目で。8で、こんな感じです。どうも、8です。8です。喋ったら変な声だって言われます。これが僕の椅子です。座ります。僕が好きな梨は香水です。